塩が足らぬと申すか。ええ、食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということじゃな。ええ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。お主、ラッパ者を見なかったか。この辺りに逃げてきたはずなのじゃが。おお、そいつはどんな格好だ。黒い傘じゃ。黒傘の小男じゃ。だがこの辺りを通った者はおらぬがな。タヌキか、あるいはムジナか何かと見間違えたんじゃねえのかい。もうよいわ。
だからよせっつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。ん？おめえはよたかの衆か？いいよ。まあそうだろうな。風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ。おめえは？ふん。愛想のないこった。しつこいおってに仏頂面の忍び。アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主抜け人か。まあそんなところだ。ところでよ、ちょっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。さてと、おかげさんでだいぶ銭もたまったぜ。支度には十分だ。ぼちぼち行くとするかね。どこへだ？金剛山の千宝寺。最近この辺は富にネズミが多い。気な臭くなってきたからよ。ちっと野暮用を済ませておきてえのさ。え？そろそろ店じまいだぜ。先方寺でちっと野暮用を済ませてくら。おめえも達者でな。
おお、セキロか。これは。ああナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。まだ足りぬわ、セキロよ。さらに切れ。極めたか。はお、確かにな。セキロ、やはりお主には一切りの才がある。褒美じゃ、取っておけ。しかと。セキロよ、お主ならば天狗殿、わしはもう少しここで涼んでいく。行け、セキロよ。行け。よう、旦那。侍たちが欲しがっているもの、分かったぞ。本当ですかい、旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。そいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。じゃあな、旦那。塩がうまく売れたら新しい品を仕入れやす。その時はぜひごひいきに。狼殿、ではまた。
お前さんか。何の用だ。巫女様を。え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。え、少し目の影が薄くなったようじゃ。なんだと。それで何か用か。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが。傷がうずくのよ。その左腕か。ええ、この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影にな。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。